さて今回はテナノリガチャ思想やりたいと思います。サックスのミキです。今回はですねシルバースタインですね。ちょっとこっちに画像出しておきますけれども、チタンとエストロっていうやつとヘキサを吹きます。チタンが1つ、エストロが2つ、ヘキサが2つ、計5つですねを生徒さんの依頼で選定することになりましたので、一応吹いておきます。じゃあまずですね、使うマウスピースはジョディジャズの DV の8スターですね。でそれにロブナのベースターをつけて、まあ、普段吹いてます。それちょっと軽く吹いておきます。で生徒さんのマウスピースがセオアニーのガイアのメタルなんで、ちょっとねサイズ的には一緒の感じだと思うんですけど、僕のマウスピースでとりあえずちょっと吹いておきたいと思います。で早速ですねチタン吹いてみます。なんかすごいザラザラしてる、これなんかいかつですねこれ。正直ねちょっとあのシルバースタインあんま詳しくないんでとりあえず吹いてみるみたいな感じですけど、一時期ね出てきた時に結構試奏はしたんですけど、その後ですねあんまり吹く機会がなくて、今日ちょっと久しぶりなんですけどね、あ止まりましたね、うん、問題なく止まりましたのでチタン吹いてみます。すごいなこれ、めっちゃ鳴りますねこれ、やばいな。すごい、なんかこうなんでしょうね、こうチタンってちょっとほとんど僕吹いたことないんですけど、なんやろなこれ、なんか抜けめっちゃいいですね。でなんか、うん、そんな別に明るくなるわけじゃないし、まあ適度にダークなんですかね、いい感じですね。ちょっと情報少なくてすみません。次はこれエストロってやつですね。これは5本ですね、紐5本ですね。さっきのは6本で固定してましたけどね。でちょっと雰囲気もやっぱちょっとエストロっていうことで、ちょっとなんかこう上品な感じのやつですけど、これちょっと吹いてみます。止まるのは問題なく止まる感じですね。はい、つけてみました。じゃあ吹いてみます。さっきよりなんていうかこう上品な感じの音ですかね。正直チタンの方が僕はちょっと好みかなって感じですね。じゃあもう一個エストロありますので吹いてみたいと思います。じゃあエストロ2本目吹きます。あこっちの方が全然いいですね。音の抜けもなんかレスポンスとかボリューム的にもエストロの2つの中やったらこの 2個目の方が良かったです。次でどんどんいきますけど、ヘキサってやつがねありますのでそれを吹きます。すいません、ちょっとあんま詳しくなくてちょっといっぱい情報提供できなくて申し訳ないですけど、とりあえずちょっと吹いてみるということでご容赦ください。で一応これが一番高級らしいですね、まあ、6万円ぐらいのモデルらしいです。ちなみにチタンは3万円ぐらいで、エストロが5万8300円とかですかね。ヘキサシャンパンゴールド、あんでさっきのエストロもシャンパンゴールドですね。はい、大変失礼しました。じゃあ吹いてみます。ヘキサのシャンパンゴールド吹いてみます。サイズは4です。あこれめちゃくちゃいい。あこれめっちゃいいですね、
めっちゃいい、めちゃくちゃいい。これはもうエストよりも全然いいっすよ。これ最強ちゃいますか今。すごい。じゃあ次、同じくヘキサのシャンパンゴールドの2つ目ですね。はい、拭きます。つけるの難しいですこれね。多くの方がね、あのシルバースタインを使う気持ちはなんとなく分かりました。僕も今までね、いろいろ拭いたことあるんですよ。あのプラチナとかめちゃくちゃ良かった記憶がありますけど、シルバースタインのヘキサシャンパンゴールドサイズ4の2つ目拭きます。うおこれめっちゃいいな。めっちゃいいっすねこれも。めっちゃいいしか言ってないけど、もういい時はめっちゃいいしか言わないんで、ちょっと画面から消えて申し訳ないです。箱が凝りすぎてね、取り扱いが怖いんですよね。ちょっと高級にするのは分かるんですけど、文句おかしいってもあるんですけど。ほんじゃあですね、エストロは2つ目の方が良かったです。で、ヘキサはちょっとコーツつけがたいので、もう一回ですね、ヘキサのシャンパンゴールドの1個目拭いてみます。で、各モデルでね、いいのをちょっとよりすぐって、後で生徒さんに拭いてもらおうかなと思います。シルバースタインのヘキサシャンパンゴールドサイズ41個目をもう一回拭きます。これもいいっすね。もうどっちもいいっすね。どっちでもいいっていうぐらいいいっすね。どっちでもいいって、どうでもいいってことじゃないんですよ。あの1個目でも2個目でもすごいっていう意味ですかね。まああれは、うん、そうですね。もうちょっと生徒さんに拭いてもらって、僕の方で聞いてって感じにしようかな。じゃあちょっとチタンをですね、1個目のチタンがどんな感じかもう一回拭いときます。これね、結構ザラザラしてるんで、マウスピース傷入れへんかちょっと気になりますけどね。チタンですね。のサイズ4を拭きます。抜きめちゃめちゃいいんですけど、高音はやっぱりヘキサの方がいいですね。ヘキサシャンパンゴールドの方がいい感じですね。まあ一応ね、いろいろ拭いてもらおうかと思いますけど、多分ヘキサの2つのどれかかなって感じですね。とにかくちょっとヘキサすごいですね。ヘキサシャンパンゴールドやばいですね。一応ですね、エストロのシャンパンゴールドのサイズ4もう一回拭いておきます。けどやっぱちょっとヘキサ拭いた後なんでね、やっぱヘキサですね。ヘキサの2つやったらどっちでももうおすすめっていう感じですね。ちょっと最強の部類じゃないですか。ということで今回はラフな感じでやりましたけども、テナーのリガチャー思想、シルバースタインのチタンとですね、エストロで、あとヘキサ、エストロとヘキサはシャンパンゴールドになります。拭いてみました。皆さんの何らか参考になれば幸いです。またこういう動画出していきますので、楽しみにしておいてください。